こんにちは、33歳サラリーママです。今回はオオクワガタが羽化してきた動画になります。メスばっかりですね。今回は来年の種親候補は47ミリ以上で検討していってるので、大きいの出たらいいなと思いながら出していきます。まあ、アンバランス血統だとうちでは49ミリが最大なので、そんな感じですね。でこの子たちは2月頃に瓦ボトルで産卵セットを作った子たちで、6月に均一投入してます。10月最終はマット管理だったので酸欠が濃かったっていうところで人工養殖へ引っ越ししてます。でこの子の血統はアンバランス血統のピューマです。2月に試しに産卵セットを組んでみて少しだけ生まれてきた子になります。この子は44ミリ。今年は実験的な飼育でやったんであんまり気を使わなかったっていう観点からはまあまあいいかなと思ってます。なんですけど、まあ、サイズしっかり目指すっていう感じであれば、まあ、王道なやり方でやった方がいいですね。で今回の子たち3月頃におそらく孵化していて、6月に菌糸に投入してます。菌糸は DDA の01ですね。で10月13日にマットへ引っ越してて、で体重を計測して両方とも 10g っていう感じでした。で1匹目の子はね11月6日に8日で、マットへ引っ越して8日スイッチが入ったのかなっていう感じですね。この子たちと同じ親で、去年孵化で結構しっかりめに管理した子たちは47ミリっていう子が多かったですね。2匹目の子は43ミリ。2匹とも、まあ、親候補にはちょっと後悔しないんですけど、悪くはないかなっていう感触です。今後もね、オオクワガタはいろんな飼育方法でやっていこうかなと思います。この子たちはしばらくティッシュ管理して乾燥しないように霧吹きして、ティッシュがボロボロになったらゼリーをあげてきます。多分2、3ヶ月ぐらいで動き出すかなっていう感じですね。人も綺麗に浮かしてくれて良かったです。マットはですね、最終管理のマットはハワイアンビートルの J01 を使用しました。ちょっと短かったので、同時期にメタリフェルホッサガクワガタのメスも浮かしてたので、おまけで動画にしていきます。こっちの子たちは2倍速でお送りします。でメスは多頭飼育で管理しています。800ボトルに3頭から4頭入れてそのまま放置っていう感じですね。でこの子たちはワイルドからの子で、CB じゃないですね、 F3 の子たちになります。メタリフェルフォルム好きなんですけど、顎長い子はねうちではあんまり出せてないです。まあ、大体70ミリくらいの子が多いですね。夏場の幼虫だとオスの40ミリくらいで羽化しちゃってます。低温で管理していくっていうのが重要で、それがちょっとねうちだとなかなかできてないですね。飼育簡単ですし、まあ、もし小さく羽化してきてもメタルな感じがねとってもかっこいいクワガタなので、まあ、ちょっと派手さで言うと虹色クワガタについておすすめかなと思います。オスもそのうち動画に出せたらいいかなと思ってます。無事に綺麗に羽化してきてくれてますね。この子たちもしばらくティッシュ管理して動き出したらゼリーあげてっていう感じですね。だいたい羽化してティッシュ管理を1ヶ月ぐらいしたら動き出してティッシュボロボロにするので、そっから1ヶ月程度ゼリーをあげて、だいたい羽化して2ヶ月ぐらいでペアリングして産卵セット組めるかなっていう感じでやってます。今回こんな感じで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。
終わります。